おっしゃった、弾薬は、ないか。PMC 倒してわらしべだー。わ、なんだこれ、イングレマンとハンドガンマンが戦ってるのか、なぜか気づいてないし、仲間になってやろう。おい、さっさと倒してくれ、そしたら君らも倒して王になるんだ。てかこれ相手いないならハンドガン奪えば発言。あ、弾切れ、イングレやめてー。え、普通に PMC いるし。こうなったら殺撃だー。せー、オッケー、このままもう一人。いや無理ですか。誰だ私のウェポン部屋に入ろうとする奴は。あれ、逃げた？殴って装備奪おうとしたのに。おい、ハゲじゃないか、協力して装備奪わない？こいつ逃げすぎだよ。あ、ようやく気づいた。仲良くなれた。え、仲いるけど。わ、びっくりした。え、これ殴られるやつ？あ、仲良くしてくれるのね。じゃ3人で成り上がろうじゃないか。お、ハンドガン、こいつで装備奪って3人でこのラボの王になるんだ。お、あの二人だ、そもそもあの人たち以外いなくね。あ、いやレッドの中に誰かいるわ。おい、三人で協力して倒すぞ。てかそもそも私以外武器拾えてなくね。ゼロプー初心者か？ほらほら、仲いるよ。え、今日も足音聞こえとるんか？え、開ける判断早すぎ。おい、ドヤ顔で開ける割に差し間違えるなよ。え、マジで気づいてない。あれー、やってくれたな。おっしゃ、ハゲの仇は撃ったぞ。今来てるのあのナイフの人だよね。あいつは死んだが仇は撃ったぞ。武器2本あるから一緒。なんでなんで仲間だってどうま？めちゃめちゃおこでくさ。ってことでどもどもこんにちは、私です。今回はゼロプーヒーローやってくよ。ナイフ1本で出撃して成り上がりを目指すやつだな。そうそう、でラボ無料が来てたから人もいるしお金もかからないし最高だ。あ、それでルールは基本適当だからあんま突っ込まないでね。持ち込んだ注射とか気分で使うから。鍵とかは使わないと割と武器確保大変だしな。最初は今ウェポンで結構いい銃ガス湧きしてるからそれ1点狙い。スピアーとか出たら勝ちだな。最速で開ければ遠くなければ大体あされるしウェポンが最適解だね。お、スカーはいいね。サイトもタクティカルデバイスも乗るし H なら弾もいいからな。今回は H の方かな、最高だね。でここならすぐサイト拾って乗せれるからね。秒で戦えるようになった。わ、995あるね。それなら HK とかの方が良かったけど。まあそもそも拾って弾込めできないしいいだろ。ポーチ入らないせいでリブ拾わないと拾えないしね。これハンガー前誰か走ってる？Y も鳴らされたし人多そうだな。いっぱいキルしたいしこの人倒してすぐ戦いに行きたいね。キッチン入ったか？後ろついていって近距離で撃ち合いたい。少し離れちゃうと武器性能で負けるからな。近距離なら関係なし。やば。おっしゃ、相手当ててこなくてよかったー。初段から撤所で脳震盪を起こせたからか？わ、バスティオンか。これアボカどこかわからないけど抜けてよかったー。サイトがいいの拾えたからだな。アイアンだと負けてそうだな。確かに、で人もいるし装備も強いし撃ち合いに行こう。よし、黒 MDR とか最高だ。スコープもあるしもう一人二人倒せば全部倒せるんじゃない？チャンスだな。じゃ多分1ミリにいると思うからキッチンから見に行こうか。いるね。これ今ここで倒したい。マガジン的に一人は倒さないとだからな。逃げられたか？てか二人いたっぽいな。ヘッドセットが慣れてなくてわからないけど逃げたね。え、これ M61 じゃん。これ使えばワンマグで二人は倒せるな。だね、最初に出るようにしとこう。今のズレは今の方かな。アーセナルに逃げ込んだと思ったけど、相先に倒せそうだね。とりあえず一人は倒さないと弾切れになるし倒しやすい方からだな。ズレ投げてるってことは戦闘中とかだろうし、サクッと倒して装備更新したいね。これアーセナルに逃げた人を撃ってるのかな？なんだ？
オッケー、なんだこの人。足音聞きにくいな。全然気づかなかった。で、バレちゃったし、あっち二人いる？オッケー。倒したんじゃない？押し押しやれてる。この3キルはでかいな。この RSH マンはマジでいらないけどね。あの人たちが撃ってた相手がどこかわからないのと、まだいそうだな。一応回収するか。ないよりはマシだな。よし、もう腹くくっていこうか。まだ20発ぐらいはあるし、一人はギリ戦えるしな。でもちょっと怖いし、グレ入れてから行こう。いないね。よし、これで弾薬の心配はないね。ちょうどこの人も黒 MDR だな。だね、マガジンもらえばすぐ戦えそうだけど、なんでグッドバックだけ。とりあえず先にこの人の SA もらって。いいねいいね、回復もなぜかなかったから助かる。これでまだまだ戦えるな。あ、とか言ってたら来た。オッケー、であっちにいた人二人組のはず。あれ、来てない。遅れてるかもな。なら漁ってくるの待とうかな。アーマー買えないと怖いし。これ S 字に誰かいるな。というかカバーに来なかったな。もしかしたらここの4人がパーティーだったのかも。何を撃ってたのかは謎だけど、この S 字にいる人を撃ってたのかもな。まあ確かにそれはあるかも。多分階段付近だよね。いるね。ロックしてくれないか。え、逃げた。これ地下から詰めてくるのかもな。確かにそれありそう。L の方から先回りしようか。オッケー、完璧だね。これで6キルか。フルラボっぽいから多分まだいるだろうけど、どこにいるかな。この人黒 MDR だし、さっきの MK と一緒にいた人だな。ってことは今の人はカバー遅れて諦めて逃げようとしたってだけか。つまり2パと3パってことかな。フルパではなさそうだな。ゼロプーでフルパ壊滅とかやりたかったな。まあまず最後まで倒しきってから文句言えよな。確かに、最後まで気を抜いちゃダメだね。さすがに今ブラックにはいないかな。いるとしたらグリーンとかかもな。まあ上からクリアリングした方が安全だし、上からだ。グリーン開いてる。グリーン漁るってことは周りに人いなさそうだな。いても漁ったか漁ってる人だけだね。いないか。そっちか。オッケー。プリエイムしっかりしてたから勝てたな。警戒しててよかった。一人っぽい。グリーン漁れてたし、もう周りにはいなさそうだな。だね、でも7人目だからな。フル脇ならあと2人いるし。今回打ち合いは聞こえたが、死んでる感じしないもんな。全部私が倒してるっぽいよね。レーダー沸かせて索敵させた方がいいかも。よし、それじゃレーダー沸かせながら漁ろうか。今いた？頭見えにくいな。
めんどくさいね。たまない袋 MDR の弾薬もらおうかな。よしよし、終わりだね。地下には PMC いなさそうだな。上の方でも銃声しないしいないのかな。レーダーどれくらい湧いてるかわからないんだけど。あやべ。あ、ちょっと地下から上がるところ間違えたな。だね、生還したかったな。ってことで2レード目なんだけど、録画忘れてた。で、また同じナイファーと気まずい感じに。お、武器あるね。あ、やめてやめて。一緒に戦おうよ。一心不乱に RR 振り回しててっさ。分かり合えないか。一緒に戦えばよかったのに。まあ大体の人は武器奪いたくなるだろうな。まああの人の無念も私が晴らしに行こう。ちょっと出血やばいから注射使っちゃおう。弾が FMJ だからアゴ当てないと負けるけど仕方ないか。たまにここ BP とか PP 湧いてるんだけどね。打ち合ってるし今行った方が良さそうだな。だね、とりあえず一人倒さないと。今いたな。来てる。もう一人。オッケー。どっちも鉄仮面じゃなくてよかったな。どっちも裏地かな。アゴ狙えば割と倒せるね。よし、RD はいいね。でもさっき打ち合ってたの SVT とか416だからまだいるよね。ヘッドセットつけたが足音は聞こえないな。とりあえず頭回復したいな。声がうるさいや。何これ、ゴミ玉じゃない。あ、来てる。頭だけ直したいな。いや、これ間に合わないかも。サーバーだな。回復したら詰めてきそうだな。さすがにこの距離だと無理だな。気づいてない。あっつな、貫通怖い。でも息分かったし打ち合おう。オッケー、完璧。 US 弾だったがなんか鉄仮面やれたな。首当てれたのかな。二人目はヘルメット系なかったしマジでよかった。にしてもマジでコムタック苦手だ。今の螺旋の足音マジで聞き取れてなかった。でブラック周りはこれで終わりなのかな。さすがに2パを2個倒したしもういなさそうだけどな。最初打ち合ってたのは終わってたからこっち来たっぽいしね。今回注射使っちゃったし腕も直しちゃおうか。それじゃ腕も直したしあさろうか。さすがに US 弾は怖いか。だね、貫通30だからヘルメット貫通できないのが良くない。まあ正直ヘルメットないなら今の環境一番強そうだけどね。MK も RD も今期の中では反動微妙組だしな。そうそう、でこの人も変な弾だ。変な弾で遊んでるぞみたいだね。こっちの416の人は普通にラボ通ってそうな装備だな。いいね、アーマーも着替えとこう。よし、これで戦えるね。あ、でも鉄仮面だけもらっとこうか。多分首抜いたから耐久あるでしょ。よし、いい感じだ。でもこういう時に限って銃声聞こえないしもう終わりかもな。いや、さすがにもう一人はいるはず。多分アーセナル側とか漁ってるだろうし向かおう。向こうの方にはいないかな。足音聞こえないから怖いな。どっち行け。一応グレー入れとこう。当てた。中いないのかな。いると思ったんだけど。あ、空いてる。さっきの人たちは漁ってないだろうし、いるな。右に。オッケー。一人か。多分一人だと思うけど。いないね。お、M4 か。弾少なかったし、もらおう。
6人倒して静かだしもう終わりか？ぽいよね、こんだけ騒いでも来る人いないし、レーダー警戒して漁り始めようかな。まだ1個も鳴らされてないっぽいし鳴らしすぎないようにだな。だね、さっきは鳴らしすぎたもんね。位置が悪いな。いや先に上か、いや上は見てない。ちょ、この人どこまで行くの。レーダーどこ行ったんだろう。うわやべ、でも一人だな。さっき上にいたやつが一人でこっち来たのかな。とりあえずグレ欲しい。なんでハンドガン。なんかある。あ、ここにも注射湧くのか。お、こんなところで死んでたのか。M4 って誰だろうな。もしかしてまだいるのかな。この人かな。あ、M4 出しそうっぽい。これで8人目か、となるとあと1人も倒されてそうだな。ブラックは去られてないのかな。残ってるな。とりあえず今回はブラックにアイテム集めとこうか。この人のヘルメットでも取ったのかな。結構なおしゃれしてきてたみたいだね。あれ、さっきのレーダーどこ行ったんだろ。バックは微妙だけど足首部はいいの多いね。武器が多いから入りきらなそうだけどな。確かに、まあでも元はナイフだしね。
もう押されてる。またレーダーに負けるところだったな。 PMC よりレーダーが怖い。終わりかな。足音？あ、こっちか。コッパ。ドア貫通する勢いだな。キラとかもドア貫通して入ってくるしね。マジで怖い。すごいすごい。暴れ狂ってるな。ここくらいのも相まってめちゃめちゃホラゲーだ。わ、浮き出した。てかもうレーダーいないよね。これ最後まで見てると必ずピタって止まるのマジで面白い。これもうバグらないのかな。もう動かないな。このタルコフのバグった挙動好きだからずっと見てられる。わ、すごい湧いてる。よしよし、多分終わりかな。まだいるな。圧縮に使おうかな。あ、いや TV リブが向こうにあったっけ。時間やばいし持ち歩いてたら時間かかるな。正直全然アイテム入らなそうだけど漁りたい。
よし帰ろう帰ろう。やべ。あ、ちょっとこれデバイス邪魔。適当につけまくったせいだな。近くに仲間いないのかな。てかまず時間やばいだろ。あ、確かに。これさっさと帰らないとだ。じゃサクッと整理しちゃおう。よし、それじゃ帰ろう帰ろう。ってことで今回はゼロプーヒーローやってみました。無料ラボだってこともあったけど人も多くて楽しかったね。それじゃ今回はここまで。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次の動画でー。